定番の確かに。じゃあ、あの家の中にある、家の中に。ちなみにくんちゃんはすごいね、すごいね。まあ、でも家の中にもあるし、なんていうの、まあ、家じゃないところにもあるけど、なんかこう建物の中にあるなっていう。あ、そうか、まあまあ、まあ、確かに。そうか、うちにはある、ある。ちなみにうちにもある、ある。一応うちにもある。一応あれでも、もある、うちにもある。あのね、実家にはあるけど、あー、ああないわ、ないわ、ないし、あるわ、あ、うん、あ、ないわ。あ、うまいさま、あ、うある、あ、ある、うちはある。あ、まあ、ある、あ、まあ、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 ある。みんなはさ、どういう時にさ、それを使ったりとかする。あ、結構日常的に、そう、生活を送る中で、うん、日常的に、まあ、なんか、まあ、まあ、ない人ももちろんいるけど、あ、まあ、まあ、ほぼ毎日と言う、まあ、毎日、うん、そうだね。え、じゃあそこがさ、なかったら困る。ああ、俺は困んないな。困るね。まあ、まあ、なんか気持ちもあれによるけど、俺も別に困らない。困る。困る。困んの？あのね、なんつうのかな。実家だったら困る。ああ。確かにそれはそうかもしれない。あ、一人暮らしやったら大丈夫、別にいいみたいな。あ、そうか。俺は、まあ、これ困るっちゃ困るし、でも、なくてもなんとかなったりさ、まあまあ、なんとかって言ってるのかな。難しい、難しいな。じゃあ、家の中以外で入ったのいつ最後？ずいぶんないかも。結構ない。いや、俺は、俺もない。どっかあったかな。いや、ないよ。ないない。あ、ないな。どうぞ。そんなない。あんまり入ることないかも。あの、家の外だったら、ああ、でも、白くさんはありそう。学校にある。学校、ある。あ、あるか。ある。終了。なんかみんなちょっとビリビリしてた。一番それっぽかったんじゃない。はい、せーので。はい、まだクリカーわからない人。ギリギリ1本。え、2万センチ。野崎さん。野崎さん。富田。2万センチ。ゲルちゃん。じゃ、野崎さん。野崎さん。またですか？戦われやすい。みんなちょっとイメージで語って。じゃ、発言のイメージ。発言がなかったから。どういう、あ、割と少なかったかなって。じゃあ、結果発表お願いします。はい。市民の勝ち。おぉ、しゃあ、おぉ、あ、でも自分がどっちが困るわからん。確かに、確かに。野崎さん。え、でも大逆転ある。あるある。あ、そうだ、あるある。ルーブです。はい。なんか、候補とか上がりました？すごい。歯が、どうした？どうした？何にも思いついてね。なんかさ、ニアオートマタ出てくるさ、こういう円形のやつみたいな。でもさ、もう一人いるんでしょ？もう一人いるはず。でも自分がどっち側か分からへんから。そう、だから、俺のお題がもしかしたらウルフ側かもしれないし、市民側かもしれない。でも全体的な話を照らし合わせると市民側なんじゃないかって勝手に思ってはいる。いや、でもそうだと。けど、いや、だから全然予想だにしてないテーマなんだよ。どうぞ。物置。ブー。というわけで人狼側の負け。多分トミタンがウルフ。トミタンがウルフ。え、何？俺たちはトイレ。やっぱそうだよ。でも一発目でないと困るっていうので、多分俺もトイレ、片方トイレなんじゃないかな。あれ当たってたじゃん俺。なるほどね。そうだよ。え、ちなみにみんな何だったの？
脱衣所。あーね、なんかな、多分あれでしょ、あの俺とかがさ、いや別に会ってもらっても困んないかなみたいなっていうのがありえないとかがありえないはずだから、多分その時点で多分そう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 、飲みやすくなったと思うけど、うってなったよ。でもそれ分かんないんだよ、もう片方ね。いやそうだよ、ね、俺もね、これは難しかった。でもなんかだんだん序盤の方で、まあ なんかなくてもいい人もいるんだと思ってでもこんな気がして、なくても大丈夫そんなことあるかいいじゃんさ